俺が中学の時は、給食はなくて弁当だった。大抵、1、2品は前日の残り物とかが入っているような家庭弁当。家が商売している子だと前日の売れ残り持ってきてたり。親が弁当作れなくて毎日スーパーや、パン屋で買ってくる子は逆に、好きなおかずやるからちょっと分けてくれ、と交渉されたりしてた。それである日担任教師が、親のありがたみをわかるために自分で弁当を作って持ってくる。というイベントをやった。一品でも自分で作ったものがあれば OK。惣菜や店で買った冷食などを使って OK。買ったものだけのはダメ。A の作ってきたのは銀紙ホイルで包んだ大きなおにぎり2個と焼き鳥の缶詰だった。A は缶切り持ってくるの忘れたと言ったら、先生が缶切り持ってきてた。B の作ってきたのは米敷き詰めた上に醤油と海苔を乗せた弁当だったり。俺が作ったのは、いびつな卵焼きと焦げたソーセージの弁当だったりした。冷食が多かったり野菜が多かったり、人によって様々だったな。で、見分が終わったら先生が全員に弁当を包ませて今日は外で食べるぞと号令。校舎からグランドへ降りる階段状になってるところで食べた。そのイベントは今でも、クラスで一番印象に残った出来事だと、当時の仲間と集まると話題になる。いい先生だな。こういう先生ばかりだったらいいのにと思う。きっと他にもいろいろなところを成長させてくれる先生だったんだろうな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。